やあ、せつなけいすけだよ。今回はこのゲーム、ウォーキングベッドっていうゲームやってみたいと思います。このゲームはね、作者さんが最近まで俺が実況しとった宵闇の影っていうゲームの作者さんと同じ人で、どうもそのゲームの作者さんによると、こんな不気味な雰囲気の演出とまで出しておいてバカゲーですってことです嘘でしょこれ。こんなにボロボロになっとんのに、ゾンビとかに襲われてそうなのにこれでホラーゲームだったら、本当はホラーゲームだったら作者さんのツイッターのアカウントに DM でグロい画像を送りまくるんで、よろしくお願いします。スタート。いやホラーゲームでしょこれ、ホラーゲームでしょ。バイオハザードでしか聞いたことないよこんなのオッケー、なんて言ったんやあれ。ボイスありなんじゃ。連携が終わった残業残業なのに俺の給料には反映されない。ちょっと喋り方が怪人っぽいねこの人残業残業、月の休みはたった3日、そしてその1ヶ月の給料なんと83,000円、月給低月給。明日は1ヶ月ぶりの休み。1ヶ月ぶり？もう、いや月に 1日しか休みないでどんな会社やねん。いくらなんでも定愛グループ超えとんじゃんこのブラックぶりは。もう寝たい。お、ん？今ベッドが動いたような。ああ、これホラーゲームですね。作者さんホラー吹いてますね。だってベッドが揺れるなんて、そんなことホラー以外に考えられますかねえ皆さん。ホラーゲームですね。わあああ確かにアホやけど、これはどっちかって言ったらホラーの分類になるんじゃないですかね。ああ、これ黒い画像用意しとかなきゃいけないような気がしますよね。まあ行きます。待て、俺のベッド。必死です、彼は必死です。なぜなら1ヶ月寝てないからです。操作説明、ベッドを捕まえましょう。マウスクリック、スマホタップルでジャンプします。このボタンをクリックするとメニューが開きます。スタートというわけでちょっとアホゲームなのかホラーゲームなのかちょっと判別がつかないので、グロい画像を送りつけるのは保留にしときます。スタートします。眠気ってあるね。なんかスマホゲーでよくありそうな感じがする。うーわちょっと、あーなこれ大人の本とかあるのエロ本じゃん、絶対エロ本じゃん。あーあー You bet ごめんなさい、スコア4660。あーこういうゲームだったんじゃあ、クリックでジャンプなんだクリックのジャンプでこういう感じなんだあー、アホゲーですねホラーゲームだと思ってましたけど、ほアホゲーですね。画像送るのやめます、わかりました。作者さんごめんなさい、ちゃんとやります。よっしゃやるぞ、じゃあ次はちゃんとやるから最初からこっかか、こっからやらなあかんなんだ。でさ、2回目なのにちゃんと2回目も操作説明してくれるっていうさ、ちゃんとしっかりした感じのゲームですね。作者さんの優しさが伝わってきます。いきます。ジャンプで、ジャンプして、ちょっと出てくるジャンプして避けて、なんか途中エロ本拾ったらさ、加速したような。なんだ、表紙の AV 女優が自分の好きな感じのタイプの人だったんかな。よっしゃ、行くぞ。本だけを避けちゃダメなんやな。つまり、これは継続するけんダメ。これ加速するけん取る。加速したらちょっと避けにくくなるけど、頑張れみたいな感じじゃ。ここ不良、不良、ごめんなさいになる。あ、なこれ、上になんかある。なんか今のなんか、あ、眠気、うわホールインワン、ゴルフじゃないわなんか宙に浮いとったあのドリンク何だったすごいな。なんか宙に浮いとったもんな、ドリンク。最近の栄養ドリンクで宙浮いてたんかな眠気が取れたって。眠気が取れたって、社畜御用だし、眠気を取るドリンクなんじゃ。飲み慣れとることでしょう。進め。これでジャンプ。毎回パターン一緒なんかな、これ。配置とか。ってことはさ、穴の位置もちゃんと覚えとけばさ、対応できるんじゃない？ベッド。どのタイムでジャンプするんだ、これ。
あ、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 これちょっとドリンクなかったやん。今回ちょっとドリンクなかったやん。ずるいぞ、おいおい。ドリンクをちゃんと置いといてくれんかったら困るで、俺。困るで、おい。スコア、とりあえず1万目指した、1万。加速、ジャンプ、ドリンク、ドリンク、この後。あった、ドリンクあった。で、ここで、この辺かー、いえーダメだ、間で止まらん、間に着地しなあかんねん、これ。この辺で着地しとかあかんじゃん。でも今回はドリンク置いててくれだけよしとします。どの辺でジャンプだこれ。この辺か。あー早すぎだ、ハードルが越えられなくて難しいなこれ。行くぞ、どうにかクリアだけはしたいな、クリアだけは。加速、声変わった、今ちょっといやらしいなった。さっきよりもいやらしい声出したぞ。教師がもっと自分の好みの人だったんやな。わかるぞ。そういう時ある。あーおむずい。これ二段ジャンプとかないんかな。これは。これは。なんだったこれはの後は何なのこれ。あーおギリジャンやな。ちょっとギリジャン気味にジャンプせんかったらさ。超えとうような気がして、超えてない感じが起きるな、これ。よし、中身のチャンスで、これ。よっ あの二段のやつ、二つ続く、障害二つ続くとこがちゃんとくぐり抜けたいな。ジャンプ、ドリンク取る、どの辺じゃ、ここか、ここじゃ、あここだけなんか難しいやけど、妙にここ難しいやけど。いけ、いけだ、いけだ、いけだ。あーこの後がよくわからんけど、あと、なんこれ、お、なんかセーフじゃ、セーフじゃ、やった、あーなんか取ってきたよ、おばあさん、おばあさん、おにぎり、おにぎり、おばあさん、おにぎり、ダンプ、うーなんか飛んだ、飛んだ、おー、なんか飛んだ、眠気が尽きる。マジ、もう無理、全然眠くない。眠気がつきちゃったんだね。もうダメだ、今度は動かないベッドをお値段以上で買おう、ハトリ。動かないベッドで、あのベッドを動くベッドとして買ったみたいに言うな。セーブからできるけんすごい楽なんやけど、あの2段もう1回クリアしろって言われたらちょっと俺厳しい気がするし。おばあさん、おお、あ、そうか、おばあさんが、おうし、あ、そう、なにこれ、カエル？なんで切り身なのか。なんで刺身飛んできたの、ぴょんで。刺身ぴょん吉か、お前。刺身ぴょん吉。あ、そうか、おばあさんに、おばあさんのおにぎりキャッチしたらさ、返すんで手間やけん、疲れてしまうもんなんじゃ。そうか、おばあさんのおにぎりは返さなあかんのじゃ。あ、だって、あそこは上がった。いろいろなことが起きすぎてちょっと反応が遅れます、反応が遅れます。ならんのか。あ、いいんじゃこれで。おにぎりゲット、おにぎりゲットで。あったか、もう自分のものになったかのこと。おー、ここどうするんだろう。俺1回目どうやって避けたんだろう。なんかしらやったら避けた感じ。そのまま素通りで避けれるん、ジャンプせん方がいいんこれ。ここは別にキャッチしたいんじゃ。この後ちょっと実はこれが、これこの後ってこれは避けちゃあかんのじゃ。ちょっと待って、これもう眠気の対策できんけん、もうあれなんか、もう最初からやらなあかんのじゃ。うおー、セーブしたのに、セーブしたのに。眠気ドリンクは絶対に取らんかったらあかんない。この後も展開かかんにして、お、あれー、これ前飛べようってもんが全部飛べんようになってくるという恐怖がある。よっしゃ来た、よっしゃ来たぞ。でこの後あたりにどっかにセーブ来たー、ここあるんじゃわ。だい眠気が多い、あ、返したけいいんじゃ、返していいんじゃ、これはそれはとってもいいやつで、こういってここは避けちゃダメ。おー来た、眠気ドリンク2つも来たぞ。だいだ、やばい、阿部さんこれ絶対捕まったら危ないやつ。あと犬も、あー犬も追いかけてや、
いや、なんか、もういいやん、いいの、よけてあげたいけん、もうちょい、もうちょい、もうちょい、あー、なんこれ、なんこれ、なんこれ、なんか忍者のなんかある、これ、忍者のなんかあるぞ、お前、思ったより深かったじゃん。まず、この忍者のやつが、こう、都合よく押しとるあたりがさ、もうご都合主義を言う、王道的に言ってるわ、未来が出てきた。おにぎりか、おにぎりゲット。おー、ここ、うんこ、ジャンプしてダメな、切り身か、カエルっぽいわ。どっちかというと、カエルっぽいわ。おー、これ、安倍さんに避けておくよ。もう何が起こるか分からんけど、安倍さんに避けておくわ、もう。あだってもいいかもしれんけど、避けておくわ、もう。ここから、ここ、ジャンプ。あ、もうちょいギリなんじゃ。もうちょいギリでジャンプせんかったら届かんのじゃ、これ。ここジャンプしてて、これ取れる。安倍さん取れる。おー、やっぱりや。やっぱりこうなりますね。おお、いい男じゃないです。つかみ方がふさ、ヤクザなんよ、お前。おお、いい男じゃないよ、お前。あーって今頃、あー言っちゃった。もう、心行くまでに。はい、よっしゃ、こっからじゃ。ギリジャン、ギリジャン。ここだ届いたーあおお激しい恋ですね。わたしさくらんぼギジャンオッケーんで今この辺かオッケーよっしゃーそれあーちょっとあーなんかおったなんか釣り商人おったけど避けたけどおーあーちょっとちょっとあー下のはブラフだ下のはブラフだこれ騙されたギジャンでこの辺じゃあーダメだった早すぎた家は通り過ぎてちょっとあたりかなおじゃあーんそれマニアックバイバイキーそれおじゃあよきだこの辺がよくわからんかったよなこれまでどんな感じであったかそれあ、ちょ、じゃあここダメじゃん。危な。ここから、ここから、ここから、ちょっと、よっしゃ、セーブきた。で、ここ、回復、いっぱいな。もうちょっと、市街地に戻ってきた。おぉ後ろでなんか見たことあるの見た。なんか見てくれたから、おい。ナイスタイミング、何がだ何がだよあ。とりあえずセーブで、また、新しいところが始まるぞ、お前。なんか後ろでさ、なんか酔い闇の影の見たけど。すごいエロい水着はあったんやけど。ここダメなやつなんじゃ。え、ここサクなんじゃ。こっからが今一応、ってなって。今財布今財布って言うた交番届けなさいよ。この後、ベッドを追いついてからでもいいけど、交番届けなさいよ、その前。なんか車は避けんでよかったんやな。なんか財布って言うたかここでジャンプして避けてエロボンがあるあ追いついた追いついたゴルゴ13おるよ物語触れんかったらゴルゴ13おるぞおいおいこいつ何がしたかったかようわからんけど何もしてこんかったやっと捕まえた早く帰ろあんだけすごい動きだったのにさ左で一本で止めるこの男の人もすごい力なんやな。あんなすごい動きしようったらさ、だいぶさ、止めるんにさ、ちょっとのしかからなあかんぐらいなのが広い。右手一本で止めとうが。ベッドエンド。念願の安眠を手に入れた。スコア 25,550。高い方なのか低い方なのかあまた機械があったら逃げるぞみたいな終わり方するんじゃないわ。